ザピローズは日本のロックバンド。メンバーは山中沢を真部義明、佐藤新一郎の3人。ヒットチャートの上位にランクインすることは少ないものの、長期にわたって音楽活動を継続しており、2000年代以降はアメリカ合衆国をはじめとした日本国外での人気も得ている。音楽レーベルは自主レーベルデリシャスレーベルに所属。過去在籍したメンバーに、 上田健二がいる。録音時やライブの際は、サポートメンバーを起用し、演奏を行う。詳細は後日のメンバーの不を参照のこと。上田、山中、真部、佐藤の4人によって、1989年9月16日に結成された。インディーズでの活動を経て、1991年5月21日にシングル、 雨に歌えばでポニーキャニオンよりメジャーデビュー。1993年にリーダーの上田が脱退し、それに伴い表だった活動が休止状態になったが、翌年キングレコードに移籍して本格的に活動を再開した。2006年より a ッ e x エンタテインメントのティアブリッジプロダクション、レーベルは a ッ e x トラックスに移籍。2009年には 結成20周年を記念して初の武道館ライブを行った。2015年により山中主催のデリシャスレーベルに移籍。詳細は後日の来歴の節を参照のこと。2019年9月16日には結成30周年を迎えた。2017年までにシングル39枚、オリジナルアルバム21枚、映像作品24点をリリースしている。 詳細は後日の作品の節を参照のこと。バンド名の以前の表記はザ・ピローズであった。また、カタカナでピローズと表記されることも多い。ザ・ピローズというバンド名は、結成時にメンバーが学べたくに集合した際、たまたまレコード棚にあった、チェリーレッドレコードのオムニバスアルバム、ピローズプレイヤーズ、ピローズプレイヤーズに由来する。バンド名について、山中沢は、 自分は多様な楽曲を書くソングライターであるため、バンド名はジャンルを特定しない名前が良かったと語っている。ピローが日本語で意味する、枕という文字はしばしばバンドを象徴する言葉として用いられ、同様に結成日を示す、916という数字もグッズなどのデザインに用いられることがある。またザ・ピローズのメンバーは、ファンのことをリトルバスターズにちなんでバスターズと呼んでいる。 リトルバスターズという言葉は直訳すると小さくて大きいものでありザピローズとリスナーをつなぐような僕たちのことでもあり君たちのことでもあるようなそういう合言葉として考えられたものであるまたザピローズのマスコットであるクマ型のキャラクターの名前はバスターくんである各メンバーの個別活動についてはそれぞれの記事を参照のこと 現在のサポートメンバー過去のサポートメンバーザ・ピローズはバンドの構成や楽曲の傾向から第一期、第二期、第三期、第四期に分けられる。第一期とは結成日である1989年9月16日から初代リーダーであるベーシスト、植田賢治が脱退する1993年までの期間を指す。植田賢治がバンドの主導権を握っており、 各メンバーの実力も発展途上の時期とされる。第一期ケンジザ・ TRIPS の解散後、ベーシストであった上田ケンジは、コインロッカーベイビーズのボーカリストであった山中沢夫との新しいバンド結成を構想した。その後ケンジザ・ TRIPS のドラマーであった佐藤新一郎を誘い、また、ペルシャのギタリストであった真部義明を加えて、 1989年9月16日にザピローズが結成された。ザピローズはボーカル、ギターの山中沢をベースの上田健二、ドラムスの佐藤真一郎の3ピースバンドとしてデビューする予定であったが、山中沢本人によると僕のギターがあまりに下手だったため他の2人が頭を抱えてしまい、急遽ギタリストをオーディションすることとなり、 あとに、ツテンのマシコナオズミの紹介で、マナベヨシアキが加入した。このようにして結成された、ザ・ピローズはインディーズで活動を始め、キャプテンレコードから2枚のミニアルバムをリリースした。1991年には、ポニーキャニオンからシングル、雨に歌えばでメジャーデビューを果たし、シングル2枚とアルバム2枚をリリースした。第一期ザ・ピローズの楽曲には目指す明確なジャンルや、 方向性はなく、メンバー自身の語るところによれば、ザ・ビートルズのように、良い楽曲を奏でたいという漠然とした、共通認識のみが存在した。パンクロックバンドとして、人気を誇ったケンジザ・ TRIPS の知名度もあって、精力的にバンド活動を展開した第一期ザ・ピローズであったが、一方で、バンド内での音楽的なイニシアティブの相違は徐々に深まり、 1993年にリーダーの上田賢治が脱退するに至った。第1期ザピローズは上田賢治と山中沢夫という二人のコンポーザーを有していたが、それぞれの目指す音楽性やバンドの方向性には次第に不可逆的なズレが生じていたという。リーダーを失ったザピローズはレコード会社の遺跡なども重なり、およそ1年間にわたって表だったバンド活動が、 休止状態となった第2期は脱退した、上田賢治に代わり、ボーカルの山中沢尾がリーダーとなって、本格的に活動を再開した1994年から1996年に、タイニーボートでの失敗を機に活動方針の転換を図るまでの時期である。上田賢治抜きの新たなザ・ピローズを模索した時期であり、第3期への過渡期となる。 上田賢治だったからおよそ1年間にわたって表だったバンド活動が休止状態となっていたザピローズは新たに山中沢をリーダーとしベーシストにはサポートメンバーとしてスーパーバッドの鹿島達也を迎え本格的に活動を再開しかし売り上げ低迷の打開策として招かれた某大物プロデューサーの持つ楽曲制作法に 山中が愛入れることができず、レコーディング初日に保護したことから、ポニーキャニオンとの契約が破棄。その後、楽曲を評価してくれた、キングレコードに移籍することとなり、鹿島達也の紹介により、プロデューサーにサロンミュージックの吉田一氏が加わるなど、バンドの様相が大きく変わった。第2期の間に、シングル3枚とアルバム2枚をリリースした。第二期ザ・ピローズの楽曲は、 新たにリーダーとなった山中沢尾がソウルミュージックやボサノバ風のテイストを取り入れたことによる多彩なリズムアプローチとスタイリッシュなサウンドをその特徴としポップなメロディーを目指しつつも凝ったアレンジの楽曲が多く作られた第2期のザ・ピローズは山中沢尾が売れることをすごく意識した時期と語るように周囲の意見を取り入れタイアップなどの商業戦略が 積極的に試みられた。しかし、望まれたほどの商業的な成功を収めることはできず、次第に、周囲の考えと自分たちの求める音楽とのギャップに、苦しむことになる。特に1996年1月に発売した、フィフスシングル、タイニー・ボートのセールスが定調に終わったことに対する、メンバーの失意は大きく、このことが、きっかけとなって、ザ・ピローズは、第3期へと移行する。 第3期とは1996年6月のストレンジカメレオン発売以後2012年の一時活動休止までの期間を指すロックやウルタナティブというスタイルを追求し現在のリスナーの多くがこの時期にザ・ピローズを知ったとも言われるように緩やかに指示を伸ばし現在のイメージを確立した時期であるシックス,スシングルストレンジカメレオンは 大衆的な音楽を目指すも失敗した自分たちを周りの色になじまないで貴族内のカメレオンと例え、それまでザピローズが築いてきた音楽やスタイルを大きく否定するものであった。そのため、ストレンジカメレオンの発売は反対するレコード会社とメンバーの対立の中、半ば強行的に行われた。また、ストレンジカメレオンを収録したフィフスアルバム、 プリーズミスター・ロストマンはメンバーにとってインディーズへの交代も覚悟した音楽業界への遺書であり同時にどんな状況下でも自分たちの信じる音楽をカタクナに貫くという決意のアルバムであったこうしてバンドの方向性を大きく転換したザピローズはストレンジカメレオンが FM 曲のヘビーローテーションを獲得するなど次第に支持を集めるようになる また逆境を共に乗り越えたメンバーやスタッフの間の結束はより強固なものとなったという。続くシックスアルバムリートルバスターズで山中沢夫が初めてリスナーの方を向いて目の前の理解者に対する感謝の気持ちを歌ったと語るように活動方針の転換を機にザ・ピローズを取り巻く状況は徐々に好転していった。その後ザ・ピローズは オルタナティブという手法を通じて、現在のロックバンドとしてのスタイルを確立していく。この頃から、サポートベーシストには、鹿島達也に代わって、ザ・チャ・イングム・ウィーク・エンドの鈴木厚志が加入した。第3期ザ・ピローズは、オリジナルアルバムの作成と並行して、ベストアルバムや B サイド集をリリースし、2004年にはデビュー15周年を記念した。 セルフカバーアルバムとトリビュートアルバムを発表するなど多様な楽曲展開を行うようになった。2006年末にはレーベルを AVEXTRAX へと移し、2007年にはキングレコード在籍時にリリースされたシングルの収録曲を網羅したシングルコレクションも発売されている。また DVD などの映像作品やバンドスコアなどの書籍の発売も積極的に行うようになった。 2000年代以降は多くのファンの声に応え日本国外でのライブ活動も行っている。2005年のアメリカツアーを皮切りにたびたび日本国外で公演やツアーを行い成功を収めるなどアメリカをはじめとした日本国外におけるザピローズの人気はメンバー自身も驚くほどに高いようである。こうした海外での高い評価はそのほとんどがザピローズが テーマソングや挿入歌を提供したガイナックス制作の OVA フリクリの海外での人気と共に得られたものである。フリクリは2000年から2001年にかけて公開されたもので全6話中にザ・ピローズの楽曲が20曲以上も使用されていた。2008年、オアシスの来日公演の前座のオファーが来たが断った方がネタになるからという理由で断る。2009年、 結成20周年を迎え、レートブルーマーシリーズと称し、2枚のベストアルバムの発売や、多数のツアー、動画サイト YouTube を利用した全世界大賞のカバーコンテストなどの企画に加え、さらには、初の日本武道館でのワンマンライブも行う。その翌月には、シック t ティーン a アルバムオーバーツを発表している。2012年7月、公式サイトや、 ファンクラブの解放などを通じて、バンドのメンテナンスリハビリのため、一時的にザピローズとしての活動を休止することを発表。解散に近い活動休止と混同されないよう、山中は休憩と称している。その間、山中はサードソロアルバム、破壊的イノベーションを発表し、初のソロライブを行った。また、真鍋は初のギターソロアルバム、ルチルを発表した。 2013年6月より、ザピローズの活動を再開することがアナウンスされた。2014年、結成25周年を記念した企画、ネバーエンディングストーリーとして、新宿クロフトにて元リーダーであり、初代ベーシストの上田健治を迎えた第一期楽曲で構成された、ライブ2枚目となるトリビュートアルバムの発売及びその参加バンドとの対バンツアー。 東名阪での第二期楽曲を中心に構成されたライブが行われた。さらに10月4日にはアニバーサリーライブ Don't Forget Today が東京ドームシティホールにて開かれ、同月にはナインティーンスアルバム m o o n スト s t も発売された。山中は同アルバム発表時のインタビューで2013年の活動再開後よりバンドが末期に突入したと宣言した。 1> 第1期、第2期から第3期に変化した時ほどのサウンドの隔たりはないが、山中によれば、第4期は、オルタナティブを封印した音楽性であるという。2015年3月、ムーンダストツアー最終日をもって、長年サポートを務めた鈴木敦氏が、長年の素行不良が原因で離脱。2016年4月、縁のある5人のベーシスト、宮川智之、鹿島達也。 アリーカスケを迎えて制作された、トゥエンティースアルバム、ストロールロールを発売した。本アルバムより山中が主催する、デリシャスレーベルに移籍し、アルバムの販売元は、古巣のキングレコードに事実上復帰した。2017年3月、再び、オルタナティブロックに回帰したにファーストアルバム、ヌック・イン・ザ・ブレーンを発売した。同年11から12月にかけて、 リターントゥーサードムーブメント、ボリューム1として、アルバム、プリーズミスター・ロストマン、リトルバスターズ収録の全楽曲の再現ライブが行われ、同時に、その2枚のバンド発のアナログ版が発売された。2018年5月、リターントゥーサードムーブメント、ボリューム2として、アルバム、ランナーズハイ、ハッピービバーク収録の全楽曲の再現ライブが行われ、 同時に2枚のアルバムのアナログ版も発売された。9月、通算22枚目のアルバム、リブロードキャストが発売され、同年11月翌年3月にかけて、リブロードキャストツアーが開催される。また、同年公開されたアニメーション映画、フリクリの続編に書き下ろし新曲を2曲提供し、東方より、アルバム、フルオンクルジェネレーションをリリース。新曲のほか。 12曲の9曲がすべて再レコーディングされ収録されている。2018年9月より、サンキュー、マイハイライトと関した30周年企画がスタート。アルバム、ツアーのほか、アメリカツアーのドキュメントやドキュメンタリーではない、劇場用映画、王様になれが制作され、2019年9月に公開された。さらに2019年10月17日、 結成30周年記念ライブ、ロストマンゴートゥー、横浜 ARENA が横浜アリーナにて開催された。その他、ライブのみでカバーされた曲は、ニルバーナ、ビートルズ、佐野元春、バグルズ、ドハツテン、サロンミュージックなど多数ある。出演イベント、トリビュートアルバム、シンクロナイズドロッカーズに参加したアーティストについては、作品の記事を参照のこと。 ありがとうございます。